僕の彼女が真面目すぎる、処女ビッチな件は、松本ナミルによる日本の漫画、コミックニュータイプにて、2015年7月20日から2019年9月13日まで、連載された。連載史上と作者のツイッターアカウントで2017年秋にアニメ化が発表された。ごく普通の高校2年生の男子、篠崎遥は、洋詞短励、成績優秀、スポーツ万能で、 クラス委員長を務める高根の花、高坂秋保に対し、憧れだけにはしたくないと勇気を出して、告白、あっさり OK されて、愛をと付き合うことになる。しかし愛をが告白直後に、良い彼女になるためにまず48手を暗記すると言い出し、その後も自らの性癖を聞かれたり誤解されたりで、戸惑いを覚える。実は、愛をは恋人である遥を彼女として、 性的に満足させようと努力を重ねた結果、彼に対して間違った性知識を披露する癖が出てしまったのであった。主人公である篠崎遥が他のキャラによるエロボケに対して突っ込んだり振り回されたりがメインとなっている。傾向としては他種の漫画家であるが、宇治江当然の作品に近い。割と堂々と大人のおもちゃが描写されるほか、 水面下で認識が食い違っていることに、ボケやツっコみをしてしまった結果、あらぬ方向に誤解が広がるという、すれ違いがよく描かれる。また、およそアニメでは、表現できなさそうな、おギャルーン、テがーん、といった、突飛な効果音も、特徴の一つ。アニメでは、すべてではないが時折書き文字として表示される形となっている。 2017年10月より12月まで ATX 東京 MX 他にて僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな剣のタイトルで放送された。ゆうきあおいの真面目すぎてしょびってるラジオな剣のタイトルで2017年10月17日から2018年1月16日までおと泉にて毎週火曜に配信されていた。略称、愛称はマシュラジ。全11回。 2018年10月30日には SP 会が配信された。パーソナリティは、高坂秋穂役の結城葵。2018年3月8日に発表された第4回、アニラジアワードにて、ベストセクシーラジオエッチなラジオ賞を受賞した。僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件に関するカテゴリー、結城葵の、真面目すぎてショビってるラジオな件に関するカテゴリー。ありがとうございます。